青青木木和和彦彦君。自由民主党の青木和彦でございます。まずはじめに私、あの、先ほど梶谷先生がご質問なさいました大臣に対してですね、いろいろマスコミ報道等で、いろいろ報道されたこと、私、真意を そうと、思いましたが、大臣、あの、初心の中でも、最後に謝罪されました。何回もですね、こういうことを聞いても、しょうがありません。そして、大臣は、東日本大震災の被災地の出身でございます。いろんな意味で、防災担当の大臣として、いろんな思いをお持ちだと思います。まず、はじめに、大臣の、これから防災担当大臣として、リーダーシップを発揮していく上での、 思いそれに、えー、これからのどういうことをしたいかと、ご意思をお伺いいたしたいと思います。平野防災担当大臣まずあの、私の発言につきましては、改めてあのどういう取られ回答をされても仕方のない表現になってしまいまして、結果として、えー、不快な思いをされた方、悲しみを深めた方がおられたことに関しまして、本当に、えー、申し訳なくと。 いうふうふに思っておりますそしてあの今回の大震災本当にあの被害があもう甚大でございまして、えー、口では一日も早くその復旧復興というふうに、えー、あの言ってるんでありますけどもなかなかあの思い通りにいかない実態に内心じくじたる思いもあります、まあ、しかしその一方で、えー、地元の本当にあの努力によって瓦礫の処理とかですね あるいは仮設住宅、悲しも十分でございませんけど、そういった建設も含みました。なんとか早く、今回三次補正を通,しましてです通りまして、その三次補正を使っていただきましてですね、その復旧復興の軌道に乗れるような状況を、被災地の皆さん方と、自治体の皆さん方と、あるいはあの与野党を超えて体制を作っていきたいというふうに考えております。青木君、これから、 だんだん秋から冬に向かって、本当被災地、えー、とっても寒い時期になります。そういった意味でも大変だろうと思います。えー、大臣のぜひリーダーシップを発揮させて、されますことを心から記念いたしたいと思います。えー、それでは質問に入りたいと思います。えー、本年は年末年始の、えー、昨年、今年からの豪雪、そして新萌え岳の噴火、東日本大震災、台風十二号、12号な、15号などの 多くの自然災害が我が国を襲い、本当に多くの被害を出した都市でありました。え防災の重要性について、 国民各層が改めて強く意識したのではないかと私も思っております。今日あの、ご参加の委員の皆さんも同じだと思いますえ。本日は防災についてのこれまでの政府により取り組みを問いただすとともに、今後対応を、今後の対応を問うことで、政府における今後の防災の検討にぜひ生かしていただきたいと思います。 まず初めにですね、先ほど梶谷先生もご質問の中でおっしゃっておりましたが今の政権与党2009年の衆議院の選挙においてあ当時は鳩山代表の下でございましたがコンクリートではなく人間を大事にする政治にしたいと盛んに訴えられまして衆議院選挙を大勝に導かれました。その後マニフェスト通り、 公共事業費を大幅に削減し、いわゆる私どもはバラまき 4K と呼んでおりますが、子ども手当、国立高校の無償化、高速道路の無料化、農家の個別保障等の政策を進められました。そして、当時の国土交通大臣、前原大臣だったと思いますが、コンクリートから人へと、声高々におっしゃり、まあ、ヤンバダムを、まあ目玉と言いますか、多くのダム事業の中止を決定されました。 しかしですね、その後、2010年、私も当選させていただきましたが、参議院選挙では、コンクリートから人へと、こういう表現は削除され、できるだけダムに頼らない地水への政策転換を一層進める、というふうに明言されています。そして、えまあ、今回え、今年は本当に災害が多かったえ、このことはですね、コンクリートから人へと、 強調されていた公共事業に対する考え方、立ち位置が変化したんじゃないかと私は思っておりますが、現在、防災担当の大臣として、どういうお考えをお持ちなのか、大臣にご質問したいと思います。平野大臣。先ほどの、あの、梶谷委員からのご質問にもお答えをしましたけれども、まあ私自身は、あの、この国といいますか、日本は、 高速道路、港湾、鉄道、飛行場かなりの社会資本ストックができたと思っておりましてこれからこの更新をどう,いう,ふうにやっていくか維持管理をどうしてやっていくのかここに大変なあのコストがかかるという問題意識を持っておりましてこの厳しい財政状況の中で、まあ、できればこれ以上のストックの蓄積というのは避けられるなら避けた方がいいんじゃないかという考え方をずっと思っています。しかしか同時に 委員からご指摘ございましたように、今回の災害ではですね、本当にあの道路の役割ということについては非常に再認識させられましたし、港湾が被災したことによって、港湾が地域経済に果たす役割というのも再認識させられたという意味において、この社会資トック等との、ま、あこれだけでございません。他のこともございますし、新幹線がストップしたことによって、 岩手県の花巻空港なんかは、羽田空港との便がございませんでしたけども、それが復活したことによって岩手県が助かったと。そういった例もございます。まあそういった中で、災害に強い作りくり、地域づくりの中に、必要な社会資本ストックの整備は、しっかり進めなくちゃならないということが、まあ今回の一つの、やっぱり教訓になったというふうに思っています。ただ、あえてもう一つ、復元をさせていただきますと、同時に津波被害に関して重要な教訓はですね、 構造物にだけ依存した防災対策にも限界があるということでありまして、あの海岸堤防の重要性、防潮堤の必要性、防波堤の必要性は私は否定をいたしません、しかし同時に、そういった構造物だけに依存した防災計画というのは、にも限界がある、そういった意味によって人に着目したその防災計画ということが重要だということも、今回の,あの災害の大きな教訓ではないかというふうに思っております。青木君 え今日はあの国土交通省のえ松原副大臣にもえ来ていただいておりますが、松原副大臣も御所見を先ほどの私の質問に対してお願いいたしたいと思います。松原国土交通副大臣、えーまあ。東日本大震災や台風12号による災害を受け、国民の安全安心を守るという社会資本整備の最も重要な使命を再認識したところであります。そのため、 まあ、国土交通省を含めこの災害には上限がない。何としても国民の命を守るという考え方のもと、今後とも堤防やの整備やインフラの耐震化など、安全安心な国民生活を支える真に必要な社会資本整備を推進するとともに、津波、地震等の観測体制の整備などについても充実を図り、 ハード、ソフトを組み合わせた防災対策を着実に進めていくことが必要であると考えております。さらに、この2年間で大幅に削減してきた公共事業予算について、災害に強い社会基盤整備を推進するためにも、所要の予算をきちんと確保することが大切であると考えております。以上です。青木君。 え、先ほど、あの、平野大臣がおっしゃった私通りだと思います。えー、公共事業をどんどん増やすだけでもダメですし、やはりハードとソフト、両面でしっかりしていかなきゃいけないと思います。しかしですね、えー、今回の私思いますに、 え、東日本の震災、そして十二号、十二号、十五号による豪雨災害。やはりコンクリートが人を守ってるという事実も私は立証された。このことも、えー、確かなことだと思います。そしてですね、国の公共事業の私、これ、ずーっと僕自民党政権も含めてですが、かなり、えー、どんどん下がっております。えー、平成十年度の当初予算、 これ補正も合わせて14.9兆円。これがあの最近のピークですが、全体の公共がですね、これが22年度は当初と補正を合わせて約6.4兆円。半分以下になってます。もうね、僕は本当、骨と皮しかないような状態が今の公共の予算の現状だというふうに考えております。まあ23年度も一時補正通過時で6.2兆。これね、もし災害を 起こらずに、一次補正、二次補正、三次補正やってなければ、これはもう公共の予算6.2兆しかなかったということです。え、そして、え、地産事業で行くと、二十二年度予算を、十年前の十二年度予算と比較して、え、二十二年度の事業費は約三分の一。地水事業は、これ二十二年、え、十年前ので、約四割。砂防が約三割です。道路予算は、 22年度は、これ12年度対比比で、これ10年前と、約4割になっています。え、この公共事業の著しい減少、これも明らかに減ってるということです。自然災害から国土を守るといった意味で、私どういう、えー、このさ、削減がですね、まあ、効果をもたらしたというか、え、これだけの削減幅聞かれて、えー、防災大臣、どのようにちょっとお考えなのか、もう一度、えー、所見を、 お伺いいいいたたしたいと思います平野大臣例えば、あの先般の新潟・福島豪雨につきまして、特に新潟県側の雨の量というのは、平成16年の豪雨に比べて、えー、かなりのまた上回ってたと。にもかかわらず、河川は一部氾濫して、えー、被害も出ましたけれども、前回に比べて河川の堤防はしっかり洪水から。 守ったということがございまして、その間、これはあのお、国交省が頑張りましてですね、16年からその災害を踏まえて堤防の加算工事を急いだということが、こうをそうしていると思います。それからあと、あのー、先ほどお、ちょっと私も例を申し上げるべきだったんですが、三陸では高規格道路、三陸縦貫道ですね、一部あの開通しておりまして、それがあったことによってそこに避難した。それからそれがあったことによって、 海岸取りの道路は通過できなくなったってきたんですけども、その道路があったことによって物資の供給ができたといったことがございまして、まあこういった、あその公共施設のお役割ということについては、あのー、やはり、あのー、今回の再現の中でもその効果というのはしっかり出てきたのではないかというふうに思っています。で、その一方で、まあ繰り返しになって恐縮ですけども、まあ公共施設の、お 再あの整備を進めるにあってはやっぱり厳しい財政事情があるという中で投資の優先順位、効率性月並みの言い方になりますけれども、こういったことをしっかりあの踏まえながら計画的に整備を進めていくことが大事ではないかというふうに思っております。青木君。えと今の例えばピーク時から私、もういきなりもうそれこそ半分以下になっているわけですよね。ここら辺のの私、意味というものを、 しっかり考えていただきたいと思います。いろんな意味で国も財政的に大変です。しかしこれはもう数字として事実現れておりますので、その辺も考慮に入れて防災計画等を考えていただきたいと思います。例えば、東日本大震災において有名になった串の浅くせん。 え、これは、ま、東北道と国道4号っていう縦ラインが生きていた。えー、それゆえにですね、多くの人命が私救われた。これはもう間違いない事実だと思います。そういった意味では、まだまだ道路網も全国各地、え、整備されておりません。今回の三次補正では、えー、北陸のですね、今のミッシングリンク、これはつなげ、つながる。 いうふうに考えておりますが、まだ私の地元の島根県、そして先般、私たちも被災地に参りました台風12号の和歌山から紀伊半島ですよね。あそこもまだ繋がってない道路があります。その辺のことをどういうふうにお考えなのか、これはあの、平野大臣と松原副大臣にお尋ねいたしたいと思います。まず平野大臣。あの、 最後の,あのご指摘の中に紀伊半島の話が出ましたあそこの42号線は海岸自体を走っておりますで、まあ、これから東南海の三連動地震等々の今これから想定作業に入っておりますがあそこの中で津波が来た時にどういう状況になるかということについては、まあ、容易に想像することでございましてだからこそ地元はそれに代わる道路機能と。 ということで、えー、高規格の道路の建設を求めておりましてああい打った地域についてのいわゆるミッシングリンクということについてはですね、まあ、これは私は,あの災害のは国土保全それから災害の防止に備えるという意味からもこれはできるだけやっぱり急いでやるべき区間であるなというふうふに思っていますし、えー、他の地域についても私、状況はあのげあの現地にとりませんけれども、同じような状況のところが多いのではないかというふうふに推察をいたします。 松原副大臣あの、今、あの、高速道路あり方検討委員会でもですね、その辺のミッシングリンクの議論は進めているところでありまして、あの、やはり、ミッシングリンクをなくすということは、極めての国家の均衡ある発展のために必要であるという認識は、その検討外でもなされているところであります。 あと、普言申し上げますと、例えば道路を作るときの判断として B by C ってのがありますが、この B by C もご案内のとおりですね、あの、今の、この、様々な道路を見たとき、距離を広く取ったときはですね、個別に見ると小さい値が、広く取ると大きな値になるという変化も見られておりまして、そういった評価の尺度のあり方もですね、あり方委員会で検討されているというふうに承知をしております。青木君。 今あの、松原副大臣の方から B by C、私質問しようと思っておりましたが、あの、説明していただきまして、これも、